11月13日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。しまいね、都市公園協定、米国政府とのね、姉妹都市、姉妹公園協定、平和公園とね、パールハーバーの平和公園協定、このままね、松井市は既成事実としたままね、今月末に、まあ、パールハーバーにね、訪問するというところであります。結局ね、問題はね、やっぱりその、姉妹都市ではなくてね、原爆の投下を反省してない米国政府が相手、ここが最大の問題です。ホノルル市とのはね、常に姉妹都市協定をしていますし、ホノルル市はね、平和都市、平和首長会議にもね、参加してもらってね、核兵器禁止条約ね、推進をね、一緒にやる中です。これはね、いいわけですよ。問題はね、米国政府、ここはもう原爆をね、全く反省をしていない。そういうところですよ。うん、そことね、広島市がね、協定を結ぶと。非常にね、やっぱり広島のね、平和都市広島のね、根幹にね、関わる問題だと。それをね、最低限議会でのね、批准に準じる手続きもせずにね、被爆者やね、市民にも全く言わずにね、それでね、秘密外交という形でね、やってきた。うん、これね、大問題ですよ。そしてね、秘密外交でやってきた。だからもう、サミットの期間中に、ね、締結する予定がね、結局しなかったというところですよね。うん、で、だから、アメリカ側から話があったのにね、1ヶ月もの間ね、ずっと市民に隠してきたってことですよ、ずっと。うん、だからサミットの前にはすでに話があったわけだからね、最低でも1ヶ月ね、市民にね、市民にもね、議会にもね、秘密にしてきたと。これはもう大問題ですよ。はっきり言うと。ね、市民にも議会にもね。だから松井市長ね、これ大問題ですよ。はっきり言って。なんで議会に相談しなかったのって話ですよ。ね、最低限でもね、議会に報告しなかったのって。うん、こんな重要な問題を、ね。うん。広島市のあり方そのものをね、だから変えてしまう話ですよ。まあ、あとね、まあ正直言ってね、サミットそのものの反省っていうのもね、当然必要だと思います、これは。うん、正直ね、はっきり言っちゃいますよ。いわゆるね、白人ね、帝国主義国家。昔で言うね、白人帝国主義国家のね、集まりですよね。日本以外は、日本以外は。うん、そういう状況でね、結局ね、日本以外も全部ね、イスラエルべったりという対応をね、取ってるわけじゃないですか。今ね、こういう虐殺が行われてる中でもね。ほんとね、日本にとってあのね、G7 広島サミット、日本じゃ広島にとってあの G7 広島サミットに、はっきり言ってね、黒歴史ですよ、はっきり言うと。うん、そこのところをね、総括もね、ちゃんとやらないかんのじゃないかと、いうふうにね、思いますけどね。うん、このね、G7 広島サミットをきっかけにね、原爆投下反省した米国政府との協定、あるいはね、おそらく話の限度削除なんて、これはね、もう完全にね、バイデン大統領の忖度と見ていいかも、でしょ。ね、うん。そりゃね、もう、ね、いろいろね、ごしゃごしゃっていう言い方も失礼だけどね。まあ言い訳はね、広島市教育委員会の方もされてるでしょうけどね。要はね、もう市長、ああいうことを決められるのは市長だしね。うん。市長以外いないでしょ、ああいうことをね。上からガーンと決められるのはね。で、まあ市長がね、結局、バイデン大統領に忖度したってことじゃないですか。ね、大統領の汚名をね、怪我すものをね、結局、撤去したと。それ以外に、考えられませんよね。はっきり言って。ね。バイデン大統領にね、うん、忖度して、ね。バイデン大統領の汚名を汚すね。それで、話の件とか、ね。そういうものは削除する。ね。
あるいは第五福竜丸の記述も削除する。ね。うん、まあ、バイデン大統領それ見るとは思いませんけどね。まあ、とにかくね、もうサミットまでにはね、もうこれを削っておくと。ね。そしてね、まあ、このね、やっぱこの G7 広島サミットをきっかけにね、やっぱ広島という街がね、アメリカ忖度のね、広島にね、変質してしまったと、いうことをね、やっぱり僕らも直視しなきゃあかんしね、うん。それかこんなね、サミットをね、誘致するって、これにね、やっぱり賛成とかね、評価とかね、そういうね、期待とかね、そんなことしたら、まあ、自民党は別としてよ、共産党とかね、立憲民主党のね、県会議員あたりがね、もう完全にそういうことをね、期待しちゃってるというところはもうね、大問題ですよ。うん。私、それだけでもね、正直何やったんやって、ね、共産党の二人の県会議員も、立憲民主党のね、議員もって、俺はね、私ね、正直言ってね、この人たちね、それはね、投票できませんよね、はっきり言って。俺はそら、うん。この人は投票するぐらいだったらね、私がね、立候補しますよね。当たり前ですよ。うん、広島がね、変質するのに招きかねないようなことをね、評価すると。ね、核兵器廃絶なんかも進むわけないんだし、結局ね、大恥かくわけですよ。後からね、そういった国がね、またイスラエルにべったりになってね。その辺のこともしっかりね、総括しないとね、もうね、広島やばいんじゃないのっていうことはね、申し上げたいです。うん。まあ、平和の行政の面でもそうですよね。まあ、もちろんね、他の部分でもね、ひどいですけどね、病院ね、再編の問題ね、湯崎氏が暴走してる問題とかね、参拝行政の問題、全然ね、動きがないと。まあ、議会がちょっとね、話を聞き出したっていうところはあれだけどね、うん、病院のね、再編の問題でもね、全然聞かないと。もういろんなね、問題でね、市長にしよう、知事にせよね、暴走していると。こういう状況についてね、やっぱりね、話をしていきたいと思います。まあ私はね、もちろんね、庶民革命、当面はね、知事からね、県民にね、広島を取り戻す。これをね、やっぱり一番の目標としておりますがね、松井市長についてもね、しっかりとチェックをしていく。ね、広島市がね、やっぱりこの場合によってちゃんとね、市民の手に市長から取り戻すと。ね、本来あるべき広島市にしていくと。いうこともね、必要じゃないかということもね、一市民としてね、申し上げていきたいしね。いやもう、俺が市長に立候補するんだって方もね、当然遠慮なくね、私の方にご連絡いただければね、いろいろね、作戦というのも、うん、一緒に考えていければなと思っているところであります。何にしようね、広島県民市民、ね、県知事市長、そしてね、岸田総理、舐められない、ね、県民市民になっていくと。これもね、庶民革命ですんでね。ご一緒にね、頑張ってまいりましょう。まあ本当にね、このままね、姉妹公園協定、原爆を反省してない、米国政府との姉妹協定、これをね、市長にね、既成事実にさせていいか、良くないというふうに私は思います。皆さんはどう思いでしょうか。それでは皆さん、ありがとうございました。失礼いたします。